数多い犯罪のうちでも、戦後、昭和の性犯罪と、えば、この小平義夫による、小平事件と1971年の、大、安雄事件がすぐ上がるだろう。戦後のすさま、異食糧難のさなか、農村へ買い出しに出かけ、客で混雑する駅前などで、若い女性に声をか、一緒に行けば食料が手に入る、就職を斡旋するなどと言って、人気のない場所に連れ出し、 某、棒した後、締め殺して、遺体を放置する。その数は10、とされ、裁判で3人については認められなかものの、7人が認定されて死刑に、霊人目という村地の報道は世間を震撼させた。殺人暴行魔、女性、敵から、陰獣とまで呼ばれた小平が犯行を10、第1年余りは、敗戦を挟んで、日本の社会が溝う、の混乱をきたし、 無政府状態だった時期、表向きの彼は、日本が戦争にひた走り、敗戦、占領へ渡る、時代に、姿勢の片隅で動く平凡な人生を送く、いた。この時期にしかありえなかった連続棒、殺人の実態と意味とは、何だったのか。今回も、別語、深い用語が登場するほか、被害者は原則、何、住所も省略している。残虐な記述は割愛、他、 ご了解を。この昭和事件史の二座衛門一家、死やプラカード事件でも述べたが、廃線直後、食料の欠乏は、今からは想像もつかない日、差だった。廃給制度はあったが、地廃、撤廃続き。に廃線の年1945年には、台風などの被害も加わ、農業生産が崩壊。翌1946年は、食料難が、 ピークに通る、ていた。事件が発覚したのはその年の夏だ。女二人の会死体、体芝、山内和とは、全裸、タワハン、発骨化して17日午前11時頃、芝九増上寺境内具、東浦山で、大森区大森五の百三、木こり、吉沢荒造さん、44、作業中、山の北川傾斜え阿部の中に、全裸の人の考察死体があるのを発見。 付近の赤羽根橋出所に届け出た。あたご書員が現場に急行。調査当たったが現場にはその全裸死体から約10メートル離れたところにもさらに半ば白骨となった人の死体を発見。警視庁捜査一課では直ちに署に捜査本部を置き捜査を開始した。全裸の体は年齢25歳。日本手拭いで考察され。 死後約10を経過。付近には履物、下着などの遺留品も全、残されていない。また、半ば白骨死体となった人は、年齢20歳前後と推定され、白の半袖シャツ、黒っぽいスカート、白組用靴下を履き、死後1かを経過している。いずれも身元不明。死後の時、敵経過から見て、別個の犯行と見られている。両死体とも暴行を加えられた形跡がある。 原は笹ささやぶが、身の丈ほど一面に追い茂って、り、都心とはいえ増上寺境内は、人通りも稀れ、死体の発見も遅れ、捜査は相当困難視されてる。8月18日付読売は二面三段でこう、報じた。当時の、新は長官のみで、原則二ページ。朝日は、裸邸と白骨、女指定増上寺境内草村に、謎の事件のみ出し、で2段。 毎日は、女の他殺亭二つ増上寺の裏山でんの扱いだった。読売の記事の推定年齢は二つの、体を取り違えたようだ。内容が、最も詳しいの、毎日で、現場について、毎夜50組くらいの闇の女、うろつくところで、合意の上でなければ登れな険しいところなので、被害者は、闇の女説が有力、あると書いている。東京法令研究所。 渡辺正、死の抵抗、小平義雄事件の後半記録という1949年3に出版された冊子は、警察か、検察周辺の資料を元にしているのか、事件についての記述はかり詳しい、リクワそれによると、第一発見者の聞こえり、繊細樹木の伐採をしていて、4、5日前から死繍に増されていたという。つまり、現場一帯も空襲、愛、 笹の間に焼け焦げた樹木が立ち並ん、いたということだろう。現在は東京タワーの具近くの都心の一等地だが、それでも夜間は通りは少ない。敗線直後の空襲で、焼けのゲとなった東京では、一面の瓦礫の中で、夜の女が男、袖を引いて向かう場所になっていたようだ。<music>